やってまいりましょう。バイオハザード8。いよいよ、パート10になりましたね。あれ、ここなんか明るかった。あ、ベネビエント。ここでは使えない。なんか欠けてる。名前を完成させたらなんか出てくるっていうところなんですかね。前回パートでは、ドナをめった刺しにしまして、ベイビーよ。に叫びまくったね。マジであれは怖かった。ああっていうところで、ドナを倒してね、2人目の貴族なんていうことで、両足、ローズの両足が戻ってきました。なぜかアイテムが取れなくなった、ということでしたので、今からねまたね村に戻っていこうというところですね。なんかくぐっていく。ふらふらしてるよ。うわ、なんか床から入ってきてる。床からゾンちゃん、床からゾンちゃん。いきなり下場ですね。行きは良い良いだったのに帰りは辛いね。人生だもん。よいしょ、ほい。うおー、白いターン、マジかよ。いけー、びっくりした。はい、かかってこいよ。遠いよ。確実に当てる。重いなー。ショットガン使った方が早いんじゃねえか。いって、なんで邪魔。起き上がってきてる。めっちゃアイテム落ちてるけど、あれ、最後にようやく下がるというね、バックステップというスキルを覚えました。これ完全にあれだね、ゾンビというよりも酔っ払いの歩き方だよね。あ、危ね、結晶化してる。うわ、拾ってたね、OK。 こんだけ。うわー、ショッタマもねえし、ハンドガンもねえし、枯渇してんなあ。あった、よかった。とりあえず小屋があるんで入っていきましょう。お邪魔します。キピックで、今回は地雷ってことは仕掛ける系男子ってやつですね。今回はおお、ニューショッター、チキ決まってるね。どっちの方がちょっと威力強いんだろう。調べる。761.6、2.74。ああ、相談数が一発足りないのか。調べる。500、あ、全然違うね。200も違うね。で、1.7、2.8。装填速度も、こっちの方が速い。ということは、こっちをショートカットにして、で、こいつはもう使っちゃおう。次出てくる敵で使っちゃいましょう。で、今回は、まあ、次多分進めるようになると思う。ドー、床からゾンちゃん。おい、いや、聞いてないし、全然聞いてない。強いね、フットリー。あの距離でぶちかまして生きてるのか、強いね、あなた。はい。で、こっちが、だからそれで、ね、木が倒れていけなくなってたっていうオチですね。うん。なので、今回は村に戻って探索パートということなので、まあ、いわゆる特に進展がおそらくないであろうパートって、こんなこと言っちゃいけない。そうなんで、これがね、井戸のやつが多分ね、ないんだけど、多分村調べてたらあるんじゃねって、俺多分単純に見逃してるだけだと思うんだよね。いない。どこの写真よ。青い鳥がどっかにいるってことだ。ぶちのめしたらいけるってやつですね。さあ、この中には誰かいるかね。誰も特にいない。おお、両足のフラスコじゃなくて、これ何、鮮やか。これどこなんだろうな。いや、それは使えない。じゃあ、調べたかったんで。まあいいや。じゃあ、これから。あ、いけたね。あ、またこれか。
き過ぎ行き過ぎ。こういうこの携帯のやつはなんかあったね、あのなんだっけ、あの東京フレンドパークにあった気がする。めっちゃ簡単や。いけたね。えい、ティンゴンティンゴンティンゴン。漆黒の結晶物。これ取ったらなんか敵が出てくるとかない？なんかここだからウェー。炸裂？は？炸裂弾ってことはセーブができる。楽器職人の鍵。おっとなんかある。あ、アイテムでも取ったね。行儀悪く窓からで、じゃなくってよ。あ、しょった感じも使ったからいい。閉まってる。誰や閉めたん。ちょっと待って、さっきの奇跡のなんとか町どう、暗示人形。違う。これはどこなんだろうな。特にない。記憶が正しければ最初に羊の模型かなんかをぶち壊したところですね。はい。いやー飛んでますね。飛んでるな。こいつらあれだね、ちょっかいかけたら襲ってきそうだね。やめとこう。ここでちょっかいかけたところでお金も落としてくれなさそうだからね。まあ、探索会ですからね。久々に雑談でもする？なんかこいつらさ、落ちてきそうだね。ちょっと。落ちてきたね。後ろのやつとか落ちてくる？来ない？あー、結構ね。動きがなんかね、もう酔っ払いなんだよね、完全にね。はい。これ、男版の、あの、近くにいたやつの男版みたいな感じかな。あ、アイテムある。あ、でもなんかこれ、生えてきたよ。もう生えてる間に、ちょっと、早いんじゃない？はい、OK。調べ、なんかアイテム取ったのか。今調べられた。アイテム取った。なんかわかんねえ。あ、落ちてきた。そして拾えない。あ、こっちからも入ってきてるよ。とりあえず逃げるよ。どうせならもう全員ぶちのめしていくか。あーでも、トマト様があれだね。違う。ハンドガンがないから作らなきゃいけないね。うわ、新しいハンドガンの威力でね。え、マジか、生きてんのか。食卓も大したことねえな。そう、なんかアイテムが出てきたってことは、なんか新しく拾える。いっぱい出てくるんだな。遠慮しないぜ。めっちゃ飛んでったね。生きてるね。はい、お疲れさせた。そうなんですよ、上になんかね、いろいろと、そうぶら下がってるやつがあるから、こいつを取るのにショットガンもったいない。金か。あら、やっぱりリビアナイト。うん、クラフトができるぞ。合成ができるぞ。あとはなんか調べるのない。ここら辺あれだね。なんか調べて出てくるっていうことないね。これであれだね。出てきたら結構辛いかもしれないね。敵がね。あ、でももう帰ってきた。ただいまでございます。いやー、ほんとわかった。もうこんな思いしたくないよ。人形持ってるし。何してんの、あんた。まあいいや。ちょっといろいろと、まあアイテムチェックをして、一旦村に戻りたいと思います。村でまだ調べてないけど、調べていきたいと思いますね。一旦ね、いろいろとカッツということで、続きをやってまいりましょう。ちょっとね、いろいろアイテム整理をしたりね、弾の補充をしたりとか、それからまあ武器パーツじゃないや、武器の改造を行ったりとかをしました。で、今からちょっとこの赤になってるところとか、ここのさ
結合子の鍵のところとかって全然やってないんで、そのあたりっていうのを、まあ、できるだけちょっと青にしていく作業っていうのを今回行っていきたいと思います。もうすでにちょっと10分経ってるんで、まあ、半分くらいねできたらいいかなと、今からまあ20分くらいかけてできる限りやっていけたらなというふうに思ってます。ただまあどこまでねライカンどもが出てくるかっていうのもわからないんであれなんですが、さっきの奇跡の青い、ちょっと待って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 、雷冠じゃなかった、雷冠どころの騒ぎじゃなかった、ゾンちゃんたちが大量発生してる。あ、うまい、千鳥足避けるの上手。これ落ち着いて調べることできるかな、まだ生きてた。ほい、倒して倒して、お釣り来るかな、最悪あれだね、ナイフで行く薬液、もうさせっかく30発作ったのにもうキレッキレですからね。あ、開いてる、かけたプレートくら、あ、これあれじゃん、ドナーのやつじゃない、ドナーっていうかベネビエントのやつじゃない、もしかしてきっとそんな気がする。で、あ、やっぱいた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 、あいつで、おお、高級な鶏肉ゲット、ほう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 。で、こっち、あ、これあれか、ドミトレスク城に行くところのやつか、あ、魚泳いでる、あ、魚取りに行く、よし行こう、トゥトゥルルッチュルル、うらうら、おいしいおいしい、切り身になってちょうだい、オッケーオッケーオッケー、切り身ゲッツ。これね、売っちゃったのね、売るんじゃなくてさ普通に食うんだよね。ほらほら、ちょっと待って待って、ハンツ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 ハンティ、あれちょっと待って、今切れた、切れたくない、あ、オッケーオッケー、切れた切れた、魚の生肉ゲッツ、まだいる、あ、いた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 、ほら逃げないで、おいしくなろうよ、オッケー、もういいかな、まだいる、もういない、もういなさそうですね。動きがとろい分さ、ゾンちゃんさ、まあ千鳥足野郎さ楽なんだけど、でもやっぱりこう床から生えてくるのってすげえ怖えよな、わーとか言いながらさ、毛とかも生えてくるんじゃないの、キャーとかって墓地いっぱいあるもんね。そうそう、こっちこっち、ここ開けてなかったんだよ、あ、開けてるね、鉄格子の鍵、カチャ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 、なんかいろいろいっぱい出てきそうで怖いね。あー、びっくりした、ニワトリちゃんか、うれ、遊ぼうよ遊ぼうよ、うれ、オッケー、鶏肉ゲッツ。ということで、まあ、探索会をしていこうと思うので、まあ、久々にねバイオセブンの時にもなんか3パートくらいやった、向こうから推奨されているようなやつがあるので、まあ、特にねあのここで実況するようなこともない場合なんかは、オーラ襲わせるかにやろう、人生相談久々に乗っていこうというふうに思います。またねなんか行こう、いくつかもらっているものがあるので、まずは、一つ目ですね、ちょっと読んでいきたいと思います。はい、あ、すごいシンプルな質問、むずい質問きたな、人生を豊かにするために必要なものは一体何とお考えですか。いきなりヘビーすぎんいきなりヘビーな質問きたな、ごめんなさいね。まだまだなんかある、まあ、バランスを考えていきたいんだ、ちょっと人生相談一旦中止。作戦記録2021年2月9日、おお、ベイビーの誕生日だ、1135、11時35分かな、事故現場到着、イーサン・ウィンター、ローズ・ウィンター、
ローズマリー・ウィンターズ、いずれも発見できず、12時10分裏に侵入、数体の BOW と交戦、イースタン・ウィンターズの痕跡を数点発見、ローズマリー・ウィンターズは不明、多分 EW、RW、そうだよね。13時10分、小教会を一時拠点とし作戦会議、LBTDKN は研究室の捜索、NHUE は禁止の採取と分析、R 隊長は村外れの工場に単独、単独潜入で R 隊長って言ったらレッドフィールドしかいないですよね。なるほどね。で、なんかある？なんか光ってる。ハンドガンがあんまりないんだよな。これで、結晶のかけら。まあ、最悪、半玉買うか。ほい、地図。OK。で、続いては、この辺り行くか。こっちだね。こっちの方とかあんま調べてなかったもん。うわーいっぱい焦げてる。焦げ焦げやん。どうしたん？とりあえずちょっとこの家の中からかな。これがあるってことはもうあれかな、ドナー倒したからライガンとかは一旦出てこないのかな。あ、大丈夫そうな気がするね。そうそう、で人生相談の続きなんですが、人生を豊かにするっていうので、まあ、ざっと僕が思いつくっていうのは、まず、健康で、その次にお金で、それから人間関係、そして時間っていうところかな。こんなところじゃないかなと思いますね、スクラップで。で、これをまあじゃあどうしていったらいいのかっていうと、まあ、人間ってね、その自分の、まあ、生活している、その、なんて言ったかな、キャパとか、そのどんな仕事をしているのかっていうもので、あ、いて、今相手にしてらんない。そうそう。で、あ、なんか、あー、めっちゃ来てるじゃん。うざいね。なんかね、全部を求めたがる人がいるんですよ。お金もあって健康的で筋骨隆々でなんたらかんたらみたいなね。あれ、なんか多分こんなに持ってたっけ。ルイズ死体からむしり取ったみたいな感じになってるね。まあいいか。ここ入れる？この館に入れる？この館には入れなさそうですね。ってことはこれ残ってんの何なんだろうな。これ気になるけどね。まあ仕方ないか。ちょっと、ここには特に何も残ってない。そうそう。で、話を元に戻すと、お金とか人生とかっていうのが大事だっていうのは、あ、お金とか人間関係が大事だっていうのは、もうリンダさん、リンダ何人だったかな、ちょっと落としかないといけないな。一発打つか。 OK。 一発どころじゃなかったね。4発打っちゃったね。あ、でも獣特上肉やっぱ強かったんだね。ここは開けたいけど開けられないね。そう。で、ちょっと待ってね。目の前に今本があるんだけど、リンダ・グラットンさん。そうそう。リンダ・グラットンさんっていう方が書いた本の中で、ライフシフト、人生100年時代の人生を、100年時代の人生戦略っていう本があるんですけど、まあ、その本の中にね、人間が、まあ、100年間その生きていく中で大事になってくるのは、まあ、お金と、人間関係ですよっていうことを言ってますね。まあそれがあれば、まあ人生豊かに過ごしていけるということを話しているんですが、まあそんな中、めっちゃ向かってきてくれてありがとう。そう。で、
ただ特に大事なのは人生の前半でお金を稼いでおく、もしくはお金を稼ぐための能力っていうのをいろいろと身につけておくということなんですね。だから僕らの、僕ら20代とかですね、30代くらいの若い人たちからすると、一つの能力を身につけても、それがじゃあ人生の後半においてまたなんか磨くことができるか、稼ぐことができるものなのかっていうと、そうじゃないんですよね。なかなかそうはいかないというところなんですよ。一旦戻ってかな。そう。なので、若いうちに、こう、どんな職に就くことになったとしても、稼げるっていう力を身につけなくちゃいけないっていう話につながってくるわけなんですね。それが、例えば、日本だったら、年功序列とか、終身雇用とかっていうのが昔あったかもしれないんですけど、僕らの時代はそれがね、なかなか通用しないところになってくるので、一つの能力じゃなくて、いろんな複数の能力を磨いていくようにしていきましょうということなんですよ。違う、何？熊のぬいぐるみ、これ売れんの？もしかして。なんですね。はい。で、それをやっておくと、人生の後半、どんなことが起こったとしても、その、手に職つけるじゃないですけど、稼ぐ力っていうのがあるおかげで、あたふたしないでも、その時々の環境に順応することができるっていうことなんですね。向かいの鉄からの家から悲鳴が聞こえた。これから様子見に行く。瓦礫が邪魔で集落を遠回りするしかない。馬小屋の壁の穴がこんな時に役立つのは、朝まで俺が戻らなければお前一人でルイゼの屋敷まで行け、レオナルド。あれか、パパンドか。パパンドですね。ただ稼ぐ力があったとて、それからどんな仕事をやっていく力があるとて、やっぱり人間って人間同士一緒に生きていかなくちゃいけないんですよね、どんなことがあっても。で、そんな環境の中で孤独ってやっぱり辛いんですよ、人間にとって。それが心のメンタル、心の健康っていうことも踏まえると、人生の後半、特に後半において、人間関係に、ちょっと不備があるというか、なんて言ったらいいんだろうな。あんまり人付き合いができないような人たちっていうのは、ちょっと早めにメンタル病んでいってしまって、心が不健康になっていって、結果的に、早くに亡くなってしまったりとか、それから、若くして健康を損なってしまうとかっていう結果になっちゃうっていうことなので、だから人間関係と稼ぐ力っていうのは大事にしましょうと。でも、ここ特に何もなさそうなところ、なんかある。ぶら下がってるとかない？だってここ、なんかめっちゃ赤い色なんだけど。何もないよね。あ、これか。オーライカンよ、おとぎ橋の悪魔の狼どもよ、我らをくら、違うの。これ読んだから、ならないよね。そりゃそうだ。あれ？そう。ところが単に心に焦点を当て、心の満足だけに焦点を当てても、意味がないなっていうところが僕の考えがあるので、健康もすごく大事にしましょうっていうことなんですね。だから、体を鍛えたことを聞いた、ここ後回し。だから、体を鍛えたりとか、運動を普段からしたりとかっていうのを習慣づけるっていうのは非常に大事なんじゃないかなっていうふうに思ったりしますね。はい。で、その上で、あれ、できなくなってる？もともとできない。その上で、かつ自分がどれだけその自分のやりたいことに時間を使えるかっていうこともすごい大事だと思うんですよね。それがやっぱできないままだとしたら、人間不幸に
になっちゃいますよね。健康だし、なんか人間関係恵まれてるけど、でもなんかこう自分のやりたいことできてないみたいな状態だと、まあ、結局不幸なわけなんですよ。それが例えばまあ仕事であれ勉強であれね、やりたくもないことばっかりにこう苛まれてるっていうような状況だったら、まあ、生きていくのがすごいもったいないというところになります。でだから僕個人はそのリンダ・グラットンさんが書いた本も踏まえると、人間関係とお金と、まあ、それから健康と時間っていうところがすごい大事になってくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、まあそんな話、びっくりした。そんな話をしつつ、こっちにまた敵出てくるかな。なんか出てきそうだよね。まあそれがまあ一つ目っていうところですね。あれ？なくなってる。おお。まあいいや。集落、ここなんかキーピックで開けるところが一つあるみたいですけど、ここじゃあ開けに行きましょうか。聖杯の祭壇、こんなところ行ったっけ。まあいいや、わかんない。とりあえず一個あるのでこっち行きましょうか。なんか最初にさ、わーわーゾンビちゃんたちが何体か出てきたけど、それ以降出てきてないっていうのがすごい不思議なんだよね。怖いよね。ここら辺なんかある？上とか宝石とかない？宝石がピカピカしてるとかはなさげですね。あれ、じゃあこっち、ここあれか、キーピックでガチャガチャ開けるところが行けたらもうそれで終わりっていうところか。しまったな、キーピックがないんだよな。そしたらじゃあここ今もう行けるところなさげですね。そしたら戻りますか。はい、なんか付き合わせてしまって申し訳ないですね。まあまあそんなこともご愛想ということで、なんか声が聞こえるね。あ、そういえばここさ、ものごっつい雷官がいたんじゃなかったっけ。まだいる？もういない？もういなさそうだね。よかった。ここあれだね、全然来てなかったね。しまったね。なになに F、 ちょっと待って、御用の方へ、家主が長期不在のため身の鍵をベネビエント家ヨーゼフ氏も。ちょっと待って、これ開けちゃったよ。開けてなんか、まあ中身なんか調べなきゃいけないんでしょうけど、ちょっと開けてない、開ける必要もないところまでしますね。うわうわー、広げちゃってよ話。まあいいや、ガンパウダー、お、半玉、え、胴体メッケで、ここはオッケーで、まあいいや、じゃあ楽器屋さん入りますか。楽器は皆さんなんかプレイしたことあります？私はですね、こう、ハッピーバースデー、27年9月17日ってこういうこと。いいね、半玉。お、ギター、単純な鍵、違う、薬液だね。390、おお、ギターがいっぱいある。あ、わかったわかった。なんだっけ、270917270917270917、逆の方が早い、270917、ほい、いらはーい。おー、秘宝、鋼鉄のうんたらかんたら。あと何？お、ロングモケツイン、いいねー。これ弾使い切ったらなんか出てくるとかなんかな。あれでもまだあるな。ん？ん？
あ、あった。何もない。何もないよ。あった。調べる。ナンバーはあの子の5歳の誕生日。あ、そういうことね。これは開けれない。閉める。あれ？ないね。ないのね。まあ、いっか。あ、なんちゃうね。最初これかって思われるよね。16000。まあちょっと20分経っちゃいましたんで、一旦楽器屋から出たところ、ここから再開していきたいと思います。またね、あの探索編になりますが、根気強く楽しんでいただけたらいいかなと思います。人生相談のメッセージもお待ちしておりますので、次回またお会いしましょう。では、バイバイ。